所有。言語学における所有とは、二つの対象物、または、人の間の非対称的な関係、あるいはその表現形式を言う。具体的には、一方の対象が、他方の対象を手に持つ、所持する、支配、制御する、一部分として含む、属性として持つ、家族、親族として関係を持つなどの関係を表す。所有構文は、A が B を持つ、 b が a に属す、a に b があるなどの不死表現と a の b のような名詞表現に分けられる。名詞表現には言語によって a の b 所有格、または属格、所有形容詞、または所有接字、あるいは助詞、前置詞でつなぐ a b、a の持つ b、a のもの b を省略した所有代名詞、また a 彼の b 傷属格といった 様々な形式がある。日本語では、ポケットにペンを持っている、顔を洗ったなど、事故の所有物に関しては、所有者、自分は自明であるとして明示しない。しかし英語などでは、I have, a pen in my pocket, h e wash to his face, などと義務的に明示する。世界の言語には、このように所有者を義務的に表示するものも多い。 所有の具体的な性格については様々に分類できるが、言語によってこれらをすべて同じ形式で表現したり、次のように区別したりする。所有物が上渡可能か不可能か上渡可能性。A、アリアナビラティによって異なる所有表現を用いる言語がある。上渡可能とは所有者が所有物を自分から話別の誰かに移転し得る子である。 上渡不可能な所有物には、親族や身体部位が通常を含まれ、その他言語によっては、家畜、カヌー、町えてなどが上渡不可能な所有物として扱われることもある。例えば、ジョンズビッグノーズ、ジョンの大きな花は、普通、上渡不可能であって、多くの言語では、この区別があるが、英語には特にない。英語で、I have my that s-big-nose という言い方がある。 日本語にはこの言い方はないが、これは、父の大きな花という遺伝的性質のことを言っており、私は、父譲りで花が大きいという意味になる。もしこれが、譲渡可能であれば、父の花を移植したことになる。次のんじかこ、スリナムのクレオールの文においては、A ・えわぎ、えふゆミ、み、私の車が、譲渡可能な所有であり、ミバラ、私のニーが、譲渡不可能な所有の例である。 ポリネシア初語の所有は所有者と所有対象の関係に応じて分類され、O クラスと A クラス、それぞれ所有マーカーを A、前置詞にもなるで表すと呼ぶ。所有代名詞もこれらに応じて、O クラス、A クラス及び中立クラスに分けられる。O クラスの所有は所有者が所有を始めたり終えたり、することのできない、つまり上渡不可能関係に用いる。例えば、 マオリン語聖書では、テップカプカエヘレマイア、エレミア書、エレミアが書いたと言われる本と、テップカプカオホーフは、ヨシュアキ、他の人がヨシュアについて書いた本を区別する日本語では、どちらも、誰々の本と言える。固有と非固有の所有物を区別する言語もある。本質的に誰かの所有物であるもの、親族、身体部位、 装飾品など、上渡不可能な所有物と重なるを言う際には、その所有者も明示しなければならない。従って単なる、手という表現はできず、誰々の手と言わなければならない。パプア諸語、漫画ブーングなどには、固有、非固有と上渡可能、不可能を組み合わせて区別するものがある。日本語の序述表現で、しているという言い方、青い目をしている。 いい性格をしているなど、も、固有物に対してのみ用いられる。マサイ語などでは、所有可能物と不可能物を区別する。所有可能物には、家畜、家族、お金などがあり、一方景色、天気のほか、野生動物、土地なども、所有不可能物としている。したがって、基本的には、私の土地とは言えず、これは、私の所有している。 土地といいう特殊な言い方で表す。日本語では単純に A が B を所有する意味には A に B があるということが多く動詞持つ和物を所持している場合に用いることが多い優勢性も関係するこのように抽象的な所有には動詞でなく非所有物を主語にした存在文を用いる言語も多く例としてはロシア語ハンガリー語トルコ語などがある 所有される対象が活動体、あるいは生物化、不活動体、無生物化によって所有を表す動詞が異なる言語がある。グルジア語ではという風うに動詞が異なる。無生物でも車などは活動体として扱われる。日本語では存在同士に活動体、無常物と不活動体、非常物の区別があり、それぞれいるとあるとで使い分けるため、 よく似た区別が現れる。また、属性や感覚を所有するという形で表現する言語もある。例えば、英語の I have an ache。私は痛い。フランス語の J.A.I.Femme。私は空腹だなど。日本語では、現在の感覚を表す場合に、具体的所持の表現、持つは使いにくいが、存在文を使った所有表現は使えることがある。痛みがある。空腹感がある。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。